キンイミナは、金、意味サトシ王子、または、千戸寺、里子明郎。三国一では、里子明郎を、里子帝麻律館とも記される。第十七代、那骨西金の彦であり、先代の地麻律館とは、とことなる。父は、周宝活文王、母は、第十九代突儀麻律館の娘の鳥生夫人。王妃は、遺産の僕登る金の娘のノベミカド夫人。 500年11月に、千マリツ官が死去した時に、子供がなかったのでサトシ王子が64歳で王位を継いだ。国号、王号の統一や軍政、官政などの整備を通して、白木の国家形成を飛躍的に進めたと見られている。白木には、純僧の風習が残っており、先代の王の千マリツ官の死にあたっても、男女5人が純僧されていたが、 502年3月に以後の巡粋を禁止することとした。503年10月には、軍神の上層を受けて、各羅、各牢、白木などと称していた国王白木に、古祖官、次次を西金マリーツ館などと称した、君主号を王にそれぞれ統一し、正式に白木国王と号をすることとした。506年には、国内の衆軍憲政を定めるとともに、 羊歌集を置き、地方軍主の官を設けて、医師府を登用した。後に、医師府を南室ら軍主に任じ、宇山国を服属させた。509年には、大都近所に東の市場を開かせ、前後して市場を管理する支店の官を設けた。また、514年1月には、足利村に、承継を置いて六部や南方からの入植を奨励し、 承継の充実を図った。在位15年にして514年7月に死去し、父匠と送りなされた。白木の送りなは、この父賞魔律館大に始まるとされる。父賞魔律館の経譜について、三国以王歴では、父は、とつぎ魔律館の弟の木、包括文王、母は、とつぎ魔律館の娘の鳥聖夫人、王妃は、 東京近各星の娘の迎えて夫人をランダイとする。1989年に発見された迎え日、冷水秘文によると、師匠マリツンが503年9月時点では、王ではなく、勝文王と称されていたことが分かっている。軍手そのものは、第九大伐旧西勤の時代に、中央軍主の官が設けられている。足川根村については、 旧の足利根両国にあたるものとして、南安軍に否定する説が有力であるが、他に、少年軍とする説、慶州市とする説もある。三国維持危機、佐都市明老王上においても、地将王から送り名が始まるとしているが、三国維持王歴では、方向王からのこととしている。ありがとうございます。